こう物が噴射されてですね、凍らせて退避するってやつなんです。でそれをもう持ち込みましてです、もう持ってきてですね、こうやってパーッてやったんです。そうするとですね、恐ろしいことだったんですけど、コンロに火がついてたんですよ。それでパーッてやると、その本来ならばゴキブリを凍結させる、液体がですね、炎に変わって、炎がそこからブワーッと出て、ゴキブリは凍結せずに焼け死んだっていうこれ昨日の夜で、今日は明石4号1の話をするんだなと思って、日は楽しみだったって言うんですけど、確かにこれだから私もうちょっとでちょっと危なかったんですけどね、火がこっちに来ると、なんか爆発して、なんか失敗したら博士みたいな、この辺のそんなことにならなかったよって今話してるんですけど、確かに炎というのはある意味アドレナリンがこうなんかこう出てくるっていう、そういう感じで、それをよく表せているなと改めて思っているんですけど、そういう人でした。でこの人がですね、ある時本に出会うんですね。でこれはどういう時に出会ったかというと、やっぱり本が出たぞ、そうするとですね、彼は出動するわけです。で出動していて、また本をバーッと燃やすわけなんですけど、その時になぜか、上から棚がなんかあって、でそこからですね、本がですね、上の方からこのバサバサバサッとこう落ちてくる。でその落ちてくる本に出会うシーンというのがあるんです。これものすごく美しいシーンなので、またまた読ませていただくんですが、こんな風に本との出会いをブラッドベリーは書いてるんですね。本書籍の弾丸が、書籍の弾丸がというのは、これは書籍がですね、上からバサバサバサッと、なんかこう本を燃やそうとしてたらバサバサッと上から落ちてきた、それを弾丸がと言ってるんですけど、書籍の弾丸が彼の両肩、彼の両腕、そして仰向けた彼の顔に当たって散ったと見てたわけですよね。でバサバサッと落ちてきた。その間にどうしたはずみか、自然に両手がその一冊を受け止めた。本は純白な鳩のように手元で止まって翼をあためかしている。ちょうど本っていうのは今持ってるこの本もそうですけど、こんな風にしてこうから、こうなる、これはちょっとこう鳥のようですね。そんな風にして手元に止まって翼をあためかしている。本がね、薄く揺れ動く灯火の下でページが開いて白い羽のように揺らめた。その上に活字が優雅な姿を並べている。その場の慌ただしさのうちにモンターグ、これは主人公の名前ですが、モンターグはほんの一瞬一行だけ読み取ったが、次の瞬間には灼熱した鉄の塊のようにそれが彼の心に烙印となって押し付けられた。こう書いてある。どんな一行かというのが書いてあるんですけど、時は午後の陽光のうちに眠りに落ちた。彼はその書物を手から落とした。間を置かず次の一冊が彼の枝に落ちてきたと、こういう非常に美しい本との出会いですね。バサバサッと降りてきた、落ちてきた、知らない間にパッと本が手の上に乗った。それはまるで、こう羽をはためかせているこう、鳥のようだった。そこに活字があった。知らない間にその活字をふっと読んだら、その活字の書かれていた内容が頭に刻印されてしまった、そういう出会いがこの人に起こりました。それでですね、あれってこう思って、これ本を燃やす係の担当官なんですが、本を一冊こうやってスッてこう、持って帰ってしまうんですね。そこからこの人の本の出会いが始まります。
もちろん本を所持することはこの未来の社会では犯罪ですから、そうしますと最終的にこの男は追いかけられる、まあ、逮捕される、そして逃げる、こういうことになってまいります。で、最後の方になるんですが、ちょっとここからですね、実はここまでお話をしていますと、そのいわゆる思想弾圧、思想統制、本の大切さ、そういった話に、なってるんですけど、最後の方になりますとね、ちょっとこの歌詞451度の小説というもののもう一つの面白さといいますか、教訓といいますか、とっても大事な部分が出てきます。それは何かといいますと、彼は逃げた、逃げてなんとか追ってから自分を救うといいますか、追ってから逃れ切ったんですね。逃れ切ってさまよい歩いていましたら、ある人物に出会うんですね。でその人物がこのように言います。君はもう追いかけられないよ、心配しなくてもいいよ。そんなことないでしょ、追いかけられる、追いかけられてるんですから、まだまだ追いかけてくるかもしれないじゃないですかって、こういうふうに言うと、その男はこのように、ほら見てごらんと、そこにテレビがある、モニターがある、そのモニターで見てるとニュースやってるんです。こんな事件があったなんてニュースやって、でそのニュースを見てるとですね、壁にグーってこうやって追い詰められた人がいる。まさにそれはこの主人公、その人なんです。追い詰められて、そしてどうなったかというと銃殺されてた。君はもう死んでしまったんだと。いや生きてるんですよ、生きてるんですけれども、これ捏造ですけどね、報道の、死んだことになってしまって、そして一件落着っていうことにしてしまっているわけなんですね、社会では。ですからもうあなたは死んでしまっているから、あなたは、これ忘却っていう言葉がここで、まあ、私に使われてしまいますけど、あなたはもう世の中から忘れ去られた人なんですよ。だからもういないの当然だから、追いかけられることはないと、こういうふうに言ったこの人というのは、ある集団を作っている人なんですが、この集団を作っている人々もまた同様に忘れ去られた人々として暮らしている、隠れ住んでいるんです。で隠れ住んでこの人たち何をしているかといいますと、もう本というものが全くなくなった、この時代に、その未来の社会の中で、なんとか本というもののありようを残そうと工夫している人たちなんですね。どうやってそれをしているかといいますと、これはなかなか面白いんですが、コード向けです。こんなことはありえないだろうと思うけれど、コード向けですけど、小説だから面白いんですが、彼らは本になるっていうことをやっている。私はセルフポートレートって何者かになるっていうことをやってるから、本になるなんていう発想はすごい面白いなって思ってしまったんですけど、本になる、一人一冊の本になるということを彼らはやっている、この人たちはやっている。だから、例えば、そこにいる人、ね、そこに3人ほど話してるよね、あの人はね、ドストエフスキーの罪と罰さんなんですよ。でそこにいるでしょ、あの人はね、旧約聖書さん、そしてここにあの人はね、夏目漱石の草枕さんなんですよ、とかって。それは、夏目漱石の草枕を一冊全部記憶している人、ドストエフスキーの罪と罰を全て記憶している人がいる。つまり本を自分の身体化、自分の身体と化している、身体化していると、本がなくても自分が本になれば本は残ると、こういうことをやっている人たちなんですが、この人たちは当然のことながら本にまつわることをやっていますから、この未来の社会の中からは、中では暮らせませんから、その外に、そして彼らが本をそんな